さあ軍事公平、どこから動くかその軍事の動きを警戒深谷智大、ここで軍事が上がっていく、おーっと田中が落車転倒田中が落車転倒です、残り2周半ばんを通過、現在先頭は浅井幸太。 2番手坂口康介まだスローピッチここで2番の清水がインを切り込むそして1番の郡司にここで7番の深谷が単独でかましていくさあ深谷の大がまし気づいた清水が2番手必死に追いかけるが差が,つかい差がついていますいよいよ2センターから4コーナー小田原記念決勝戦も 深谷先頭でファイナルラップに突入、逃げる七番車、深谷智博。2番手は大きく大きく差が開いた、追いかける清水大翔に、軍事公平、和田まくる、バックストレッチが3コーナー、まだ差は詰まりません、深谷智博圧勝か、2センターから4コーナー、後続を大きく離して、静岡の深谷智博優勝。